こんにちは、レイレイでございます。今日は自分の髪の毛を切りたいと思います。あのね、サロン行くのもちょっと心配なので、一番安心のが家の中で自分の髪の毛を切りますのが一番いい。じゃあ早速行きます。まず全部の髪の毛を前に持ってこんな感じです。失敗してもしょうがないですけど、じゃあ全部、まあ、私の髪の毛は薄いのでもう簡単に切れると思います。まずでこのゴムを使って芯部を縛ってここら辺前から全部を縛ってでこの感じですね。でもともと短いですけど、だから少ししか着ないから、じゃあこの感じです。この感じです。じゃあ行きます。ちょっと心配だけど頑張ります。こうね感じです。これここから、じゃあ来ました、これでじゃあどの感じかをちょっと心配ですね。どんな感じなんですか。でも、あ、いい感じですね。あ、いい感じ、いい感じと思う。で、ちょっと前髪を、こっちはちょっと長いけど、でもいい感じと思います。いい感じ、好き。うん、いい感じです。いい感じ、ほら、こっちもちょっと長いけど、でちょっとこれはどうしたらいいですか。はみ出てるからまだわかんないけど、うん、止めます。いい感じ、あ、好き、この感じ、下の方が太いので、こっちって、下の方が、下の方ね。本当は、ブライドになるのも苦手なんですけど、だから、髪の毛、ほとらかしいです。塗ったまま、塗ったまま。塗って、塗れてるまま。いつもです。かなりさ、ブライドやってますね。あ、いい感じ。もう、今。いい感じ、大好き。あ、失敗じゃないよ。あ、やばい、自分でうまく、止まらない、誰も見てくれないもん。
これが DIY の完成です。あ、どう思いますか？いいんじゃないですか。これでこれが完成です。どう？あ、よかったです。失敗じゃなかった。じゃーん。 それでもしよかったらやってもいいんですよ。いいな。それでじゃあね。